sneakers T trunk リサイクルショップ、何 bathroom restroom トイレ、いやない。Hello there、 始まりました、もてつチャンネルです。今回はですね、イギリス英語とアメリカ英語っていうですね、まあ意外とですね、イギリス英語とアメリカ英語っていうのは違ったりするんですよ。それをですね、やっていこうと思いますね。アメリカ英語、イギリス英語にというね、クイズに招待されたんですよ。いつもクイズにね、招待してくれる方の新作ということでやってみました。とっても面白かった。ではその時の模様を見てください。今別の動画撮ってたんですけど、別の英単語クイズ出てたんですけど、こっちの方が面白そうだなと思ったんで、抜けてこっちにやってきました。イギリス英語こそ正当な英語だって認めねえぞ、アメリカ好きは。レベル1と2がある。おお、2レベルあるわけですね。こちらは初級編ってことはレベル1ってことですね。よし、やるよ。イギリス英語自体はカナダで勉強しました。僕はカナダでケンブリッジ英検の勉強をして、そのケンブリッジ英検の時にイギリス英語の単語っていうのを勉強したんですよ。だからだいぶ遅い、 USA そう、だいぶ遅いんですけど勉強したのは。ただその時めちゃくちゃ勉強した。相当いろんな表現を覚えたんで、果たしてアメリカ英語は邪道だと。続きます。サッカー簡単ですね。フットボールですよ。はいはい、そうね、サッカーというのは日本と、邪道とか言って間違えてるじゃん、このネバって人なんで。そう、サッカーというのは日本、アメリカ、ダラベイラはレフトだよね。レフト、日本、アメリカ、韓国ぐらいサッカーっていうのはレフトはね、これはまあイギリス旅行行った時もよく聞いたとか使った。ムービー、フィルム、はい、余裕ですね。イギリス英語なのかなって思うけど、まあまあまあ、でもシネマとかじゃないかな。アパートメントは、そう、言い方があるんだよ。フラット、そう、これは、トイックでも一回出たことあるかな。ヤード?ヤードのイギリス英語?あ、ガーデンか。別に、ガーデンって普通に使わない?アメリカでも。バックヤードとか言うね。ガーデン。セルフォン。ああ、これは簡単。トイックでもいつもモバイルフォンなんですよね。なぜ基本アメリカ英語っていうトイックがモバイルフォンだけイギリス英語なのかよくわからない。モバイルとかって言ったりもしますよね。さあ、続いて、サブウェイ。チューブがない?アンダーグラウンドじゃ、そうかな。あー、やっぱそうだね。この並びはアンダーグラウンドだよね。よし。お、いつの間にかこのネパ、あ、ネパールだからネパなんだ。めっちゃすげえ。ファーストフロア、グラウンドフロアですね。イギリスはグラウンドフロアが1階、アメリカはグラウンドフロアは地下。え?違う。ファーストフロアが1階、アメリカでは。で、イギリスはファーストフロアが2階。グランドフロアが1階。めんどくさ。地下はベースメントですね。チップス。チップス?フィッシュ&チップスの、あ、クリスプスか。ポテトのことがさ、フライドポテトのことがアメリカでは、アメリカじゃない、イギリスではチップスっていうね。そう、クリスプスが、ポテトチップス、そう。くそー。答えたかったな、これは。フレンチフライズ、これがチップスですね、イギリスでは。はい。フレンチフライズがアメリカのポテトのことです。フライドポテトのことですね。言ってるそばから出てきた。あれ?ネバさん間違えましたね。フェイブリッド。イギリス英語の綴りで。U 入れればいいだけじゃん。そしたら、フェイブリッド。U 入れて。All of it. そうですね。カラーとかもそうですね。ほい。さあ、どうなる?もう終わっちゃうじゃん。クッキー。ああ、ビスケット。いい。ほ。よし。これ、早押しで勝ってももう勝てないか。あと10点
然だよね。だってしまったな、早押し行けばよかったな、もっと早くやっとかないとダメだったか。あ、リーチだもんね、もう行っちゃうよね。13もテイクアウト、はい、イギリスではテイクアウェイって言うんですよ、これ。テイクアウェイ、はい、ヨーロッパのね、国旅してても出てますよ。テイクアウェイっていろんなところに書いてある。はい、うわ、2位か、勝てなかったか、悔しいね、悔しいです。あ、でもそっか、レベル2があるって言ってたよね。はい、レベル2招待されましたね。余裕って言ってる、さっきのネパの人ですね。じゃあ今度は戦いに挑んでやろう。てか難しい方がこっちが有利だと思いますよ。日常使うよりも、あ、こちら少し難しくなりますって書いてある。よし、今度は負けないぞ、本気で。でも分かんない、イギリス英語だからな。 Thanks。 ああ、これもね、はい、Cheers でしょ。これはだってもうイギリスで行って、うん、すぐに聞いた。おお、本当に Cheers って言うんだって思ったもん、イギリス行って、ありがとう。よし、さあもう今回も早押し勝負いくよ。ドラッグストア、え？ピードファーマシーだけど、別にイギリス英語、アメリカでも言うけどな、ファーマシーって。あ、そう、ケミストの方ね。こっちがイギリス英語ってイメージだけどな。よし。エッグプラント、ナス。え？ナス？ブーじゃなかったっけ？こいつじゃなかったっけ？オーブー。よし、合ってた、よかった。強いね、この人。やっぱガービッチ、はい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 、これはね、イギリス人がよく使う表現。はい、ラビッシュ、ラビッシュ、はい、非常によく使います。いやー、すげえ、ナス正解してきた、このネパって人すげえな、かなりのレベルだな。ガービッチ、カナダ人がスウェーターは、はいはい、知ってますよ、これはね。はい、日本語でよく使いますね。ジャンパーってよく言いますね。はい、ジャンパー。はい、お、ネパ間違えた。よし、並んだ。スニーカーズ。T? テニスシューズじゃないの？ない、E が。トレーナーズっていうのは。アメリカでね、テニスシューズって言ってましたよ、スニーカーのこと。そう、別にテニスじゃなくてもね。トレーナーズっていうの知らなかった。サイドワーク、歩道は、ペデストリアンっていうから、ペーブメントかな。ペーブメント、オッケー、それペデストリアンかと思ったけど、並べ見て、あ、ペーブだって分かった。ライン、あ、Q だよね。スペルがむずいんだよね、これね。 QUEUE、 オッケー。これをして、また負けてる。inquiry、問い合わせ。ああ、スペルが違うだけね。はい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 。そう、E から始まるんだよね。はいはい。はい、OK。そうそう、これは知ってる。同率1。parking lot。はい、知ってますね。car park。はい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 。これはもうね、オーストラリアでもニュージーランドでももういっぱい見ましたよ。そう、アメリカでは parking lot って言います。お、単独1位じゃない？よし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 。いい勝負になってきましたね。ハイウェイ、ね、モーターじゃなかったっけな、確か。あ、やっぱり M からある。モーターウェイ、よし、オッケー。よし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 。ガソリン、はいはい、フュールだ、フュールじゃない、ペトロールだ。ペトロール。よし、これもね、オーストラリアやニュージーランドでもよく見ました。はい、レジュメね、はい、CV、はい、そうですね。カリキュラムバイティって言いますね、イギリスでは。トイックにも最近出た、久しぶりに。ズッキーニ、ズッキーニ、ね、確かね、こう、そうそうそう、ね、
ツじゃなかった。うっしょっぷね、ボンネットかと一瞬思ったけど。いや、レベル高いかな。ダイパー、はい、これはナピーだよね、確かね。いやー、PY だよね。よかった、I、E か Y で悩んだ。サンタクロース。え？何 F って。ファ？ファット？太ってる？ファタ？え？何何？ファーダークリスマスって言うんだ。へえ。セカンドハンドショップ。スリフトショップ。へえ、リサイクルショップ？何？ C から始まるのって。チャリティーショップっていうの知らん。知らなかった。レディーバッグ。テントウムシ？テントウムシ？レイリーバードなの？へえ、知らんかった。勉強になる。バスルーム、レストルーム、トイレ？いや、ない。ルーだ。じゃあ、うー、よし。これドラマとか見てると出てくるよ、イギリスの。よし、単独正解。お、ネパがどんどん間違ってってる。これはね、本当にね、ドラマ見てるけど、チェック。スペルが違うってことなんじゃないの、これ多分。みんなビューって打とうとしてんな。小切手だから。あ、やっぱりね、ほら、QUE にすればよかっただけじゃん。押せよかった。ウィンシュート。ああ、フロントガラスのことだよね。あ、またちょっとだけ違うんだ。ウィンド、なんていうの、なんていうの、みんなできてないやん。え、ウィンドスクリーン。あー、はい、なるほどね。そう、車のね、部品の名前いっぱい違うんだよね。バキュームクリーナー。え、イギリス英語。フーバー。フーバーって別にアメリカでも使わない？カナダ人のルームメイトも使ってたけどな、普通に。イギリス英語なのこれ。これできたらすごい。アイスなどのトッピング？何、アイスなどのトッピングって。え、hundreds and あと何も、あと1問か。 thousandへぇ、hundreds and thousands って言うんだ。へぇ。てかもう勝ちじゃない？もうだって、逆転できないでしょ。M&M's、M&M's ですね。に似たチョコレートのことをイギリスでは何という複数形で。スマ？スマップ？スマー？何スマー？スマーティーズ？知らん。レベル高いけど、勝った。よし、アメリカ英語だけでなくイギリス英語でも勝利することができた。いや、まあそうなんですよ。あの、イギリス英語とアメリカ英語のね、違いってまだまだたくさんあると思うよね。イレイサー、消しゴムがラバーだったりとか、ボーイがチャップだったりとか、はい、だからイギリス英語とアメリカ英語の違いとかって調べるとたくさん出てきますんで、ぜひね、調べてみてください。よし、余裕って言ってたやつ倒したぞ。いや、面白かった。この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.